こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。F2 次期戦闘機の開発が進む中、やはり日本は国産に関わっている。F2 戦闘機時、開発の時に国産化できなかった、その思いがあり。今回は、純国産を狙って計画している。だが、やはり米国の、草案なども出てきて、今後どうなるのかわからないが、日本には、開発段階ジェットエンジン XF9 が存在するのをご存知だろうか。F22 戦闘機ジェットエンジンと比較すると、同等かそれ以上の、性能を持っている。そんなジェットエンジンの存在を知ってか、米国が、テンペスト計画に日本を猛プッシュしている。では、そんなすごいジェットエンジンを詳しく紹介していきますね。ほんと量産するようになると、もっと改良が進む。もっと進化するかもしれないですね。日本の航空軍事市場においてエポックメイキングとなる。ジェットエンジンが防衛装備庁に納入されたのは2018年6月でした。プロトタイプのたった1機でしたが、IHI 社開発のこのエンジンは話題を集めることとなりました。というのは、XF9 の1と呼ばれるこのジェットエンジンこそ、航空機、戦闘機用に開発され、現在の国際的スタンダードと比較しも、全く引けを取らない高性能を実現した画期的なものだったからです。今回納入された F9 の1エンジンは、アフターバーナーを使用した場合の推力は、15トン以上ということですから、F22 ラプター戦闘機の F119 エンジンの推力 15.9 と比べてみても、引けを取らない数値と言えるのではないでしょうか。ちなみに F35 ライトニング2戦闘機の F135 エンジンのアフターバーナー使用時の推力は 19.5 トンということですので、XF9 の1エンジンよりも高い数値となっています。ただし、これがプロトタイプのエンジンであることを考えると、今後の推力向上も考えられるでしょう。アフターバーナーについて説明しますと、エンジンから出される排気ガスに燃料を噴霧することで、燃焼力をよりアップさせることで推進力を高くしていくシステムです。XF9 の1エンジンの場合はこの、アフターバーナーなしでも、推力11トンという記録を出しています。XF9 の1エンジンが注目を集めた理由として、今までは国産エンジンの分野では、このような優れた1戦級の性能を得ることは困難でした。しかし、この分野で世界に通用する性能を見事に実証してみせたことが理由と思われます。ちょっと昔の話になりますが、現在使用している航空自衛隊の F2 戦闘機は、アメリカ製の F16 戦闘機を土台として開発すること決定されました。その大きな理由の一つは、戦闘機に搭載するエンジンを日本国内で開発できないからアメリカの技術を真似るということだったのですが、それを思えば今回の XF9 の1エンジンは快挙と言えるでしょう。この時も日本独自で戦闘機開発を目指すべきだという意見は確かにありました。
しかし、政治的な判断や戦闘機の、いわゆる機関部分の国産化はかなり難しかったのが、当時の現実だったのです。でも今は違います。いよいよ日本の国産エンジン製造に、目処がついた状況になりました。F2 戦闘機の後継機となる F3 戦闘機ですが、アメリカとの共同開発が確実と思われますが、XF9 の1エンジンを獲得したことで、新しい選択肢が増えたということは間違いないでしょう。前述のように、XF9 の1エンジンは、現在流通している戦闘機用エンジンに、求められる小型、軽量という必須要素をクリアしていますし、それに加えて、推力15トン以上というアドバンテージを確保しています。これは、素晴らしいことで、秀逸と断言してもいいと思います。XF9 の1エンジンのデータですが、先に挙げた F22 ラプター戦闘機の F119 エンジンは全長 5.16M、直径 1.168M なのですが、XF9 の1エンジンは全長が 4.8M、直径は 1M であり、比較するとコンパクトなサイズということがお分かりでしょう。単純に推力だけを強めたエンジンを製造したいのなら、サイズが多少大きくなることを許せば、案外簡単に達成できるようです。しかし、これぐらい小さいサイズであり、かつ強力なエンジンと、完成されていることが最大のポイントと言えるでしょう。というのは、現在の戦闘機に必要不可欠と考えられているのは機関部の小型化なのです。小型化することで、これはステルス性能も高められますし、機体内へ収容させる兵装の量も増やすことができるという一石二鳥のような両立に役立つことになるのです。無論、ステルス戦闘機を独自で開発するとなれば、このような兵装を収容するためのウェポンウェイの技術的ノウハウなどの様々な課題が山積していることは言うまでもありません。でも、最大の関門とも言われるエンジンの小型化がクリアされたということは心強いと思われます。その他の状況を紹介します。2019年6月、XF9 の1エンジンの推力変更ノズルが開発中ということが航空見本市で公開されました。これによって、実用化に向けた準備が着々と進められている事実を国内外に印象づけるものになったようです。推力変更ノズルというのは、ジェットエンジンの排気の方向を変化させることで、戦闘機が進む方向を調節する装置のことです。XF9 の1エンジンは、ノズル式の推力変更装置によって、最大20度の角度内なら、機体の制御可能と言っています。開発の進む XF9 の1エンジンですが、明るいことばかりではありません。というのは、次期 F3 戦闘機自体の着地点が定まっていないのです。こんな状況では、大事なプロトタイプが活用できないという最悪のシナリオの可能性も考えられると推測されるのです。ここに来て、当事国である日本よりも、
次期 F3 戦闘機に関心を持ち、重要視していると思われる国があります。その取り上げ方ですが、方向性が定まらない計画を名指しするだけでなく、これによって自国の安全保障が脅かされるといった論調で、騒いでいるのです。その国こそ、隣の韓国です。中国は、日本を総敵国とみなし、ことあるごとに言いがかりめいた言動や行動を起こしてくれますが、韓国は、曲がりなりにも、日本と同じく、アメリカの同盟国です。言うならば、同格であるはずなのに、日本が、第6世代戦闘機である F3 戦闘機を開発することに危惧を示しています。何回も言いますが、次期 F3 戦闘機計画は何も決まっていません。白紙状態と言っても良い状態です。それなのに、そこまで気を回されるというのは、韓国は日本の戦闘機に怯えているという感じもしますし、むしろ日本の技術力を過大評価されているのではないかとすら思って、こそばゆい気持ちもします。その反面、太平洋戦争終結から75年、韓国はまだまだ日本を一方的に仮想敵国だと思い込んでいるのかと驚くやら、悲しいやら、複雑な気分になってしまうのは、筆者だけではないと思います。韓国は、軍備に力を入れつつあります。原子力潜水艦や航空母艦などを、購入したがっているようですが、国力と軍事力が、釣り合わないのではないかなどとも考えてしまいます。韓国の軍備は、一体どこに向かおうとしているのでしょうか。迷走はまだまだ継続中ということですね。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。昨今の南シナ海で各国結束して、航行の自由作戦が行われています。日本だけでなく、米英豪南シナ海近隣諸国は一致団結しようとしています。ただ、一国の中国を抑制しようとね。英国もまた、空母クイーン・エリザベスを南シナ海に配備するとのニュースが入ってきた F-35B ステルス戦闘機を、艦載可能な空母になる。米国の、
アメリカ強襲揚陸艦と共に南シナ海での任務に就くことになるだろう。今、世界では強襲揚陸艦も足の軽い軽空母として作戦や任務に当たっている。では、英国クイーンエリザベス空母の南シナ海でどんな任務に就くのか詳しく見ていこう。2020年7月14日、イギリスのタイムズ紙は、同国の航空母艦クイーン・エリザベスを中核とする空母打撃群が、2021年の日米合同軍事演習に向けて派遣される可能性があるとの記事を報じた。イギリスの航空母艦クイーン・エリザベスは、同型艦のプリンス・オブ・ウェールズと共に、現在同国海軍が運用する水上艦艇として最大規模を誇り、イギリスのアジア重視の方向性を伺わせる。アメリカの大型原子力空母が構成しているような複数の艦艇を随伴する空母打撃群として派遣される見込みだと伝えられており、同艦を含む8隻以上の一大艦隊での航海になるとの見通しだ。この内訳は、クイーン・エリザベスもしくは、プリンス・オブ・ウェールズにフリゲート艦2隻、駆逐艦2隻、攻撃型原子力潜水艦1隻、輸送船2隻の編成ではないかと見られている。これは、アメリカの航空母艦もそうであるように、クイーン・エリザベスも、次艦を防衛するための兵装もわずかしか備えていないため、艦隊の防衛を行うのはず違反する艦艇の役割となるからだ。クイーン・エリザベスは、基準排水量が4万5千トン。満載排水量が約6万8千トン、全長が284メートル、全幅が73メートルの艦容を誇り、通常動力型航空母艦としても世界最大規模の艦艇の一つだ。航空母艦としての艦載機は短距離離陸、垂直着陸が可能なロッキード、マーチン社の F-35B ライトニング2戦闘機であり、最大で同機を48機。常時は、その半分程度を運用すると見られている。ただし、近年のイギリス海軍に、往年の世界最大の海軍国として君臨していた面影はなく、深刻な軍事予算の不足もあって自国所有の、F-35B ライトニング2戦闘機だけでなく、アメリカの同機との共同運用も、囁かれる。これは、12機の F-35B ライトニング2戦闘機対応1ユニットずつ、イギリス空軍とアメリカ海兵隊とがシェアし、クイーン・エリザベスを、共に母艦として使用するもので、クロスデッキと呼ばれている英米相互共有の運用手法だ。イギリス側のメリットと考えられるのは、前機を自国で用意する初期費用や、搭乗者の育成にかかる時間や費用を極力抑えながら、クイーン・エリザベスの艦載機キャパシティの確保を図れることだろう。一方のアメリカ側からしてみれば F-35B ライトニング2戦闘機を艦載機とするのは全通甲板を備えるとはいえ、スキージャンプ式の発艦設備は持たない強襲揚陸艦が中心のため、同機の効率的な運用が目的かもしれない。またアメリカは
F-35B ライトニング2戦闘機を強襲揚陸艦に搭載し、軽空母のように運用するライトニングキャリア構想を進めているとはいえ、その最大艦載機数は20機前後とみられ、クイーン・エリザベスよりはるかに少ない。こうした両国の F-35B ライトニング2戦闘機をめぐる思惑が一致した結果が、クイーン・エリザベスを両国で母艦に使用するクロスデッキ運用の大きな推進力になっているのではないかと感じられる。また、軍事的な観点だけではなく、政治的な観点から見れば、米中の貿易戦争や新型コロナウイルスの問題、また、かつてはイギリスの植民地であった香港への中国政府の弾圧の強まりをイギリスが懸念していることも、大きいだろう。日本でも、同様に、中国が自国経済に与える影響の範囲は大きく、どちらかといえば、これまでのイギリスは、表面上はともかく、実態としては、中国に寛大な政策を実行してきた状態と思える。それが前述のようなアメリカと中国が全面対峙する状況下で、ようやく、イギリスも反中国の姿勢を鮮明に示すことになったのが、クイーン・エリザベスのアジア太平洋地区への派遣という動きに見える。一部の報道では、クイーン・エリザベスの派遣は2021年の日米合同軍事演習だけに止まらず、ある恒常的に対中国政策として継続される可能性もあるという。これが事実であれば、第二次世界大戦以後、1970年代にはスエズ運河より、東の地域に自国の軍隊の恒常的な展開を終えていたイギリスが、実に半世紀近くの時経て再び軍を派遣することになると言える。イギリスはかつての植民地であり、同国の連邦加盟国である。オーストラリア、ニュージーランド、マレーシア、シンガポールのアジアの国との間に5カ国防衛取り決めと呼ばれる相互の安全保障体制を継続している。5カ国防衛取り決めは、各国の防衛力の整備とイギリスの相対的な小国化の進行で、1988年頃までには徐々に縮小傾向にあったが、1997年の香港返還と、その後の中国の台頭から、再びその枠組みを各国ともに見直す動きがあるようだ。こうした5カ国防衛取り決めを締結していることもあり、仮にクイーン・エリザベスのアジア太平洋地区への派遣が恒常的になる場合には、マレーシアやシンガポールの港を母港化するものと思われる。